社長。その、嫌ですか？そんなわけねえだろう。急だからちょっとびっくりしただけだ。いいじゃねえか、飲もうぜ。よかった。じゃあ前みたいにサバイバーでいいですか？おう、いいぜ。じゃあ後ほどサバイバーで。社長。悪い、待たせたな。いえ、私も今さっき来たところですから。いや、うちの会社がここまで来れたのも本当に春日さんのおかげです。改めてありがとうございました。何言ってんだよ、持ちつ持たれつってやつだよ。俺も楽しかったし、金も稼げたし、本当助かったんだ。ちょっと前までは一文なしのホームレスだったんだからな。いえ、そんな。でこれから俺たちどうしていこうか。え、あ、私たちどうしていこうですか？それはその結婚とか。え、あ、いや会社のことだよ、会社。会社ね、ホールディングスね。はいはい。えいちゃん、なんかビジョンとかあるのか？春日さんがビジョンなんて言葉を使う日が来るとは。ほっとけ。そうですね、ビジョン。私はとにかく父の会社を守りたいっていう、その思いでやってきましたから。これからも長く続けていければいい。ちょっと前まではそう思ってたんです。でもそれだけじゃダメだなって。現状維持を目標にしてたら成長はしないんだってこと、今回の件で痛感したんです。守るためには攻めるくらいじゃないと。だからもっと向上心のある目標を定めました。へえ、なんだい？それは一番ホールディングスを日本一、世界一、笑顔を作れる会社にすることです。笑顔を作れる会社。売上とか利益とかもちろん気にしなきゃいけないことはいくらでもあります。それは分かってますけど、でもやっぱり一番大事なのは働いてくださる方々やお客さんたちをどれだけ幸せにできるかだと私は思うんです。規模を大きくするというのはもちろんですが、私はそれ以前にそういう志を持って会社を経営していきたいなって思ってます。なるほど、すげえ、エリちゃんらしいな。すみません、甘っちょろいこと言って。こんなんだから宝章みたいなやつに騙されるんですよね。
いや、最高の目標だと思うぜ。エリちゃんも成長したな。春日さんに褒められると嬉しいな。エリちゃんの目指す会社にするために、俺これからも死ぬ気で頑張るよ。だからエリちゃんもよ、これからもずっとずっとその俺をそばで支えてくれないか。え、そのダメかな。か、春日さん。エリちゃん。エリちゃん。目が覚めたか？春日さん、あれ？私、まったくびっくりしたぜ。急に気絶しちゃったからよ。ここに運んで寝かせたんだ。そうだったんですか。すみません、ご迷惑かけて。これくらい構わねえさ。それより大丈夫かよ。まだちょっとクラクラするかも。結構な緊張状態だったので。なんで緊張状態になるんだよ。俺とエリちゃんの仲だろ。春日さんとの仲だからこうなったんですけどね。とにかくもう一休みしな。なんだかんだでいろいろあったから疲れてるんだと思うぜ。遠慮すんな。すいません。じゃあお言葉に甘えて。の、おやすみ、エリちゃん。おやすみなさい、春日さん。よく寝た。ん？春日さんも寝ちゃったんだ。疲れてるのは春日さんもじゃない。これからもずっとずっと俺をそばで支えてくれか。いつか社員としてじゃなくて一人の女性として言ってもらえたらいいのにな。好き。エリちゃん、春日さん。エリちゃん。どうかしましたか？あれ、エリちゃん、あれ、キスは、え、あれれ？何寝ぼけてるんですか、社長。結局私よりたくさん寝てるじゃないですか。あ、すまんすまん。そうか、さっきのは夢か。そうだよな、うん。一体どんな夢見てたんですか？ねえ、いや、そのすごくいい夢さ。そうですか、なら良かったです。さあ下に降りましょう。ああ、なんだ夢か。はあ、
ようやく戻ってきたか、お二人さん。すまんすまん、俺まで寝ちまってよ。いや、おかげですっきりしたぜ。そりゃあすっきりもするだろうよ。昨夜はお楽しみでしたね。てか、は？いいから早く顔洗ってこい。え？おう。ウブなように見えてなかなかやりますね、お客さん。え？あ、その内緒にしてくださいね。もちろん、私もお客さんの笑顔を作りたいと思ってる人間なんでね。マスターさん、何の話してんだ二人とも。ビジョンの話ですね。ああ、ビジョン？それはハトでしょ。ふっ面白かった？微妙です。